裏世界ラボ。 2000X 年北海道別海町で死亡した牛が国内22頭目の BSE と確認されました。この牛は1歳まで肉骨粉を含む飼料を与えられていたことが判明し、俺の名前は池田はじめ、高校を中退した俺は在宅で心身を癒し鍛え、現在は修行を目指す未来ある若者なのだが、ふざけんなよ、なんだよ今日のあのおっさんは、生活にご不便はないですかなんてバカにすんじゃねえぞ、俺は日々勉強してんだよ。俺のことを一向に理解しようとしないクソ親に市役所のカウンセラーとやらを呼ばれてしまったのだ。何が日々勉強してるだ、テレビ見たりパソコンしたり寝て食っての繰り返しだろうが。テレビなんかほとんど見てねえよ、パソコンだって勉強に使って。じゃあなんでゲームを買ってるんだ、しかも毎月毎月やたら金を使って。息抜きくらい必要だろうが。それとも何か、家で勉強してる人間は息抜きの時間も許されねえってのか。勉強勉強と一体何の勉強してるって言うんだ。お前自分をいくつだと思ってる、今からお前が何になれると思ってるんだ。資料だよ。資料？俺は弁護士になる。弁護士になりゃ人生一発逆転だろ。なれるわけないだろう。そうやって俺の可能性ばっかり否定するから俺の人生狂ったんじゃねえか。何度も言うけどな、俺は引きこもりじゃねえしニートでもない。二度とあんなカウンセラーなんてわけわかんねえおっさん家に入れんじゃねえぞ。だいたい詐欺師かもしんねえだろ、危機感ねえの。あいつ何言ってんだ、高校も卒業してないのに弁護士になれるわけないだろう。もういい、ドアを壊して部屋から引きずり出してやる。待って、それだけは。まだあのバカをかばうのか。だってニュースでもあったでしょ、秋葉原で通り魔がたくさん人を殺したって。あの子がもしそんなやけを起こしたら。2008年、秋葉原通り魔事件。犯人加藤智弘がトラックで秋葉原の歩道に突っ込み、その後通行人をダガーナイフで刺した事件。17人が負傷、うち7人が死亡。何があのおっさんだよ、あいつ自身もう40歳なんだぞ。とにクソだな俺の親、こっちの苦労なんて何一つ分かろうとしねえし、なのにあんなカウンセラーとかふざけんじゃねえよ。やる気なくなった。こういう時は気分転換だよな。にしても最近ネトゲの人口減ったか。2000年から2010年あたりまでがラグナロクオンラインやメイプルストーリー、ファイナルファンタジー11などが大流行したネットゲームの全盛期である。といや最近 iPhone とかいうのが出たんだよな。そんなもんパソコンありゃいらねえっつーの。ああいうの並んで買うやつマジ情弱だわ。テレビでは気がつけばまたオリンピックをやっていて、ついこの間アテネだったはずなのに今度は中国でやるという。んだよ、いつからオリンピックは毎年やるようになったんだよ。え、1年おきか。とにかくしょっちゅうやってるよな。本当は分かってた、オリンピックは4年に1回なこと、その分俺も年を取っていること。でも深く考えるのはやめた。だって俺は弁護士になるのだ、だったら何歳だってやり直せる、他の奴らが持ってるものはいつでもゲットできる。とはいえ俺はいつの間にかサザエさんやクレヨンしんちゃんを見ることが嫌になっていた。サザエさんのマスオが28歳、クレシンの野原ひろしが35歳という話をネットで見たからだ。マスオは時代が時代だからしゃあねえよな。ひろしだって結婚相手があれで子供があれじゃ結婚してても負け組だし、
さあ、今日のノルマのポテチも食ったし、スクワットでもして寝るかな。そう、最近の俺はスクワットをしているのだ。膝を痛めるので1日3回だが、それでもスクワットはめちゃくちゃ体にいいらしいので、外に出て運動するよりよっぽど健康的なのである。また年が明け、は？リーマンショックってなんだ？サラリーマンになんかあったのか？2009年、リーマンショック、アメリカの投資銀行リーマンブラザーズが破綻したことに端を発する世界的な金融危機。この影響は日本でも大きく。はじめ？あ？あのね、お父さん定年してから食卓で働いてたでしょ？それがリーマンショックで切られるかもしれなくて、だからね。俺に働けってのかよ。まだ切られたわけじゃねえだろ。かもしれないってだけだろ。俺はあと数年で弁護士になる。それまで待てねえのかよ。この頃から親の圧が強くなってきていた。家を出ろ、働け、毎日そう言われているようでイライラしていた。ふざけんなよ。俺がこんな人生になったら誰のせいだっての？あんな高校に行かせたお前らが悪いんだろ。あそこじゃなけりゃ俺は中退なんかしなかったし、もっと俺という人間が輝ける場があったはずなのに。それにしても最近マジでネトゲから人減ったな。ソーシャルゲームってやつが主流なのか？でもそれをやるにはスマホがいるし。よし、スマホ買わせるか。というわけでスマホを親にねだったのだが。お前になんでスマホが必要なんだ。激怒された。今時スマホなんてみんな持ってるだろうが、俺を社会復帰させる気ねえのかよ。誰とも連絡を取らないやつになんでスマホがいるんだ。普段からパソコン通だって自慢してるんだから、パソコンで十分だろう。散々大喧嘩したが親が譲らず。クソ、パソコンだってスペック足りなくなってきてんのに。今時パソコンもスマホも社会人の必須アイテムだろうが。やっぱうちの親は俺が世に出るのを妨害してる。俺は不満を募らせた。そんなある日、プレミアムロールケーキめっちゃうまいよな。これもう期間限定品じゃなくて定番だろ。最近はエルチキもうまいし、ローソン結構やるよな。2011年3月11日、東日本大震災。なんだ今の地震。お客さん停電になったんで、もうここ閉めます。買い物があるなら今しちゃってください。おい、わけもわからないまま、なんとなく必要そうに思えて水やパンを購入、そして家に向かった。帰り道は信号がすべて止まっていたのと、街中がほぼ無音なのが異様に怖かった。電気があると街中には音があふれている。いろいろな店から聞こえてくる音、住宅街の家から漏れてくるテレビの音、歩行者信号から流れるメロディー、そういったものが消失していたのだ。俺の住んでいたエリアは目に見えた被害がなかったものの、停電のせいで静まり返っていた。おい、マジか。なんだよ、これ。妙な怖さに駆られて自然と足が速くなった。息が上がって苦しかったが、家に向かう足が止められない。そして、はじめ。ダメだ、動くな。くそ、なんでこんなに重いんだよ。ありがとね、はじめ。怪我は？布団が間に挟まってたから大丈夫よ。ちょっと腰が痛いけど。母さん、はじめ。あなた。よかった。無事だったか。あなた、はじめがね、助けてくれたのよ。何？別に、そういうわけじゃ。タンスの下敷きになってたのを、はじめがね。はじめ。
あ、今停電してるみたいだから、飯、パンと水。水、はあ、断水か。その日の夜遅く、停電と断水は解消。その後久しぶりに親と一緒にニュースを見たが、画面から流れてくる映像に震えが止まらなかった。嘘だろ、なんでこんなことが。ひでえ、ひどすぎるだろう。はじめ、え、母さんを助けてくれてありがとうな。うん、もしかしたらこの時俺は動き出すべきだったのかもしれない。何かできることがあったのかもしれない。でもお前スマホ欲しがってたよな。この地震の時でも SNS は繋がってたらしいんだ。持ってた方がいいと思う。スマホをゲットした俺は再び引きこもり生活に戻ることになる。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。